それでは第52回放置敗やよい章。こちらの方の予想を始めたいと思います。えー、まあ過去の傾向ですね。まあ硬い時は硬くて、荒れる時は荒れるというあたりメリハリのあるレースですね。まあなので、まあ剣を検討する際はどちらになるかなとのを考えて、まあその上で組み立てるといいんじゃないかなというふうに思います。 まあ今年は重症実績場も揃ってますので、えー、硬いパターンじゃないのかなということで、えー、予想の方を進めていきます。えー、まあ、その硬く決着したレースは、まあ3回とも1番人気は3勝しているというあたりで、まあ1番人気の堅実さですね。まあそれには逆らわない方がいいかなというところです。まあ決闘的にはフレンチデピュティのうちや、 ネオユニバースサンクといったダート寄りのパワーを持っている、まあそういったタイプがいいかなというところですね。えー、まあ他には基本的には内枠先行、えー、まあそういう馬が有利で、えー、重症実績馬というのは、まあやはり侮れないというところになります。えー、他には前走掲示板から外れた馬というものの巻き返しはないというあたりで、まあ順調にいっているタイプというのを狙いたいと。 いうところになります、えー、まあ、ディープインパクトサンクあんまり向かないかなというふうにも思うんですけれども、まあ、3年連続馬券には絡んでますし、まあ、えー、1着1回、えー、3着2回というところですけれども、まあ、そんな苦手意識を持つ必要はないかなというところですね。まあ、母方の方は黒船と。 あたりでフレンチデピティにつながって口になりますので、えー、まあそこら辺はやはり注意して押さえていきたいとこになりますね。まあ勝った上の、えー、笠原、えー、こちらがまあ大体そういった方向ですね。まあ黒船じゃなくてフレンチデピティが母チだったと。まあ大体決闘構成も似ているのでまあやはり注意したいと。まあ、で 内枠で先行するタイプとこちらも完全に条件揃ってますのでまあ堅軸かなというふうに思いますまあ太鼓の方はまあ大外にはなってしまうんですけれども11番コメントこちらにしますまあブラックタイドもまあ大体血統構成はディープインパクト、えー、そういうことまあ全兄弟になるので、えー、差異はないんですけれどもまあやはりちょっとパワー寄りと いうところと、まあ、アフリートのやはりダート寄りのパワーですね、まあ、持ってますので、うん、まあ、そういったパワーがいる展開になったときに、力を、まあ、十分発揮できるんじゃないかなというところですね、まあ、同条件、まあ、前走の方でも2着に食い込んでいるというあたりで、まあ、やはりチャイニングレート、コメント、まあ、この2頭はセットで考えたいかなというふうに思います。えー、他 えー、押さえていくところですと、えー、9番のクラリティスカイですね。まあ、やはり、うん、まあ、大体一緒ですね。理由は。まあ、前目、まあ、刺してくるほど後ろではない、好意につけるようなタイプと。まあ、あとは、まあ、黒船三角と、まあ、スペシャルウィーク。まあ、こちらの方もパワー,ーの方ありますので、まあだいたい、大、え、体、ー、まあ、理由は一緒になってきますね。 えまあ最後を抑えるのが4番の里のクラウンですね。うん、まあ2戦2勝と波に乗っていてまあちょっと後ろから行くタイプというのはまあ気になるとこではありますね。まあ、人気どころだからまあ念のため抑えておくという側面も結構あります。はい、まあラストタイクーンとまあこういうふうにつながってくるタイプ。まあこの馬自体が東京で2回走って2回結果を出していると。 まあ、そこで長山に代わってどうなんだというところあるんですけども、うん、まあ、どちらかといえば、パフォーマンスは落とす方じゃないかなというふうに思います。まあ、なんですけど、まあ、ミスプロ系でずっと補強もされてるので、うん、まあ、そんな無下に扱うのも危険かなというぐらいですかね。うん。まあ、他にもそんなに目立つ馬がいないので、まあ、一応抑えとこうと。 いうような一頭ですね。えー、予想の方は以上になります。ご視聴ありがとうございました。